いいね。加賀城市にあるドッグカフェのっぽとちび。3匹の看板犬に囲まれているのは子供店長のリッキーくん。店長は生まれた時からワンコと一緒なんですか？はい。お、そうなん。生まれてすぐワンコに出会って毎日ほとんどワンコに会ってきたから、だから犬と話したり通じ合ったりできるからね。話したり。ちなみに今この抱っこしてるハノンくん、ハノンくん、ハノンくんはちょっと今どういう気持ちか教えてもらっていいですか？犬、うん、ハノンはまあ今はまあ眠たくてだけどまあああいう光とかがあったりして眩しいからなんか嫌だなとかってちょっと嫌だった。あ、そうなのね。あちらでは犬トークが盛り上がってるので私が食レポをしたいと思います。こちらオムレツなんですけど、見た目がちょっとピザのような見た目で、私たち人間と犬が同じオムレツをいただくことができるそうです。ただ食べる前に分けていただいて、私用とワンちゃん用でちょっとお待ちくださいね。というわけでオムレツをワンちゃんとシェア。松山は人間なのでトマトソースをかけていただきます。うん、美味しいですね。はい、卵にもしっかり味があるのですごく食べやすくて、まあ地元の卵を使っているからすごく美味しいです。うん、油を使ってなくてヘルシーだからワンちゃんと私たちが同じものを食べれるんですよね。はい、うん、そんなオムレツが大好物のワンちゃんたちにも食べていただくと一心不乱。美味しいけどまあちょっと緊張するって思いな。でもめったに食べられないものだからじっくりと味わおうって思っている。なるほど。いいでしょう。